はい、皆さん、こんにちは。ラジオ番組、ギブギブギブの時間が参りました。沖縄、宜野湾、ちょっとの皆様、いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、去年、一昨年ですかね、ひょんなところから知り合いまして、広島で、鉄板焼きのお店を経営されている、オーナーある、方を、今日ゲストで、招待しております。はい、皆さんになります。皆さん、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、美濃さんはですね、冒頭申し上げた通り、鉄板焼きの、オーナーをやっていらっしゃるんですけども、つまり飲食業界を、ずっと中心にやっておられるんですけども、今日はその皆さんの飲食業界にかける思いを余すことなく語っていただく場として、皆さん聞いていただければというふうに思います。はい。今日は時間25、6分になるんですが、皆様、お付き合いの方いただければと思います。はい。じゃあ、早速皆さん始めていきたいと思いますが、まず、美濃さんの自己紹介を簡単に、お願いできたらと思います。はい。はい。はい。わかりました。僕の自己紹介ですね。はい、そうです。はい。はい。美濃義人と言います。ですね、住んでるのは広島県広島市中区に住んでおります。で、お店は、鉄板焼きどんとこというお店を、2店舗、広島市内の方で経営しております。はい。年齢は、今44歳。今年45歳になるところですね。ああ、そうなんですね。はい。ああ、まだまだお若いですありね。がとうございます。はい。ちなみに、もう業界は何年ぐらいいらっしゃるんですか？その飲食業界って。業界はですね、は今お店自体がもう15年過ぎて16年目に入ったところです。い。うん、ああ、すごいですね。そうですね、はい。もうなんかいつの間にかそんなに経ったなっていう感じで。はい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 。はい。で、飲食業界に最初に入ったのは、19歳の時。19歳の時に。はい。はい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 。であ、も、飲食から一回離れた時期とか、そうなんですね。いろいろあるので、はい。延べで言うと何年でしょうね、30年ぐらいですかね。その離れたっていうのは初めて来まして、じゃあ一回入られて、離れて、また再びじゃあ戻られた。はい、それもなんか聞かせていただけるといいなという気がするんですけどね。そうですね。そもそも、飲食業界に入ったのは、ですね、19歳の時ですね。はい。で、19歳の時に入って、で、その時ですね、僕はスノーボードが好きで、スノーボードのインストラクターをしながら、その飲食のアルバイトをするといった形でした。そうだったんですね。はい。まあ、そういう働き方を許してくれるところだったんですね。あ、なるほど。そうスですノか。ーボードをしながら、オフシーズンはこう飲食のアルバイトっていうのをさせてくれる、ところでして、そこからスタートして、で、まあ、いろいろとそのお店以外に鉄板焼き屋さんを経験して、で、26歳の時にですね、老人介護の方に行くんですよ、実は。なるほど。介護業界に。はい、そうなんです。また興味深いですね。でしょう。まあ、ちょっとこれもまた、なかなか深い話なので。じゃあ、またパート2あたりすれば。はい。で、そこ3年やって、で、実はそこを3年やった後に、このドンとこを、オープンに携わらせてもらうのが、僕は29歳の時ですね。そうだったんですはね。い。どんとこさんのお名前の由来はちなみに、はい。なんでしょうか。ですね、どんとこいというところから、なるほど、どんとこいと。そうです。いいっすね、いいなですね。そうですね。まさしくその通り、どんとこいっていう、もう広島、海外のお客様。ちなみにお客様は、地元広島ですけども、結構遠方の方も来そうでらすれたりとね。か。はい。東京の方から来られる方とか、で、今だったらもう海外の方とかも結構いらっしゃってますね。それも旅行で来られた、外国人の方が店に寄られたりとか、そうですね。はい。そういった感じさっきで東京の方っておっしゃってたんですけど、実は私も、東京というか埼玉なんですけども、から実は来てます。ありがとうございます。めちゃめちゃありがたい。でも結構幅広い、年齢層はどれぐらいの年齢層の方が来られるんですか？
そうですね。あまり若い方っていうのはそんなに来られないですかね。やっぱり、40代から50なるほど、なるほど。代の方がメインかなと思います。30代の方でも、ちょっと若い方が来られたなっていう感じで。それはあれですか、やっぱりこういい品質の肉を出すので、ちょっと価格もそのチェーン店に比べると、やっぱりこう買ってしまうっていうのもあるんですか。そうですね。少しお値段もいいお値段はしますので、うちは、若い方に選ばれるというよりかは、本当にいいものを食べたい、飲みたいっていう方が来なられるほど。る。ああ、そうなんですね。まあ、やっぱりじゃあ週末、金曜、土曜が一番多い感じですか？そうですね。ただなんか最近はちょっとそういう感じでもなくなってきたかなっていう感じで。それはじゃあテレワークが普及されて、皆さんがばらけてるっていうのもあるんでしょなると思いますうね。ね。なるほど、なるほど、なるほど。イメージですとね、やっぱり金曜と土曜がすごくやっぱりこう、にぎわうというイメージがありますけども、確かランチもやってらっしゃるという話も聞いてあるんですけど、ランチは結構ばらけてあれですか？その予備かかわらそうですね。今、ランチは基本的には日曜日のみなんですけども、日曜日ですね。あとはもう予約で、コースランチを受けることはあります。そうなんですね。ああ、いいです、いいですね。まあ、お祝いとか。まあ、私、事業界言うんですけど、まあ、確定申告終わった後に打ち上げで、まあ、使うと。そういったので使えるということですね。そうです、そうです。お昼の方が都合がいい方とか。あとは、ちっちゃい子供さん連れなんかは、もうお昼、事前に言っといてもらえたら、貸し切りにもしますので。確かに。お子さんとかいらっしゃるとね、やっぱり夜とかなかなか難しい方がいらっしゃると、お昼の方がね、嬉しかったりね。そうですね。やっぱお子さん連れの方っていうのは、周りにもすごく気を使われてる方がいらっしゃるので、ゆっくりこう食べてもらいたい、楽しんでもらいたいと思うと、貸し切りに。そうですね。まあ、そんなね、結構バリエーションが、こう、お客様もいろんな方が来られるというお店ですけども、その、どんとこう開かれてからの、そう、ストーリーとかを、まあ、いろいろこう、あったんじゃないかと思うんですけど、そこは、くまなく、話していただけたらなと思ってますけれども、よろしいですか？そうです。ありがとうございます。そうですね。先ほども言ったように、一度僕はその飲食を離れて、で、介護、そしてまたこのどんとこのオープンに携わって帰ってきたっていう形なんですけども、どんとこの最初のオーナーシェフは僕ではなかったんですね。実はですね、僕が24歳から26歳まで、席を置いていた広島にある五右衛門という鉄板焼きお好み焼き屋さんがありまして、広島で有名なお店なんですけども、ここの、ですね、社長と一緒に、五右衛門のオープン、そして発展に貢献してきた上長者直樹さんという方がいらっしゃるんですね。この方は、五右衛門は今もう10店舗ぐらいになるのかな。その中で、新店舗を出すとなったら、副店長としていて、で、店長の育成と、で、下のスタッフの技術指導、両方やっては、また次の新店舗に行くという、もう本当に要となるところをずっとずっとされてきたから。そうですか。なるほど、なるほど。で、この方が、五右衛門を辞めて、そのどんとこをオープンするんですけども、そうですね。なるそほど。のタイミングでまた僕がですね、介護の方でちょっと思い悩んで、そうでしたか。で、飲食の方に戻ろうかどうしようかっていうふうに悩んでた時に、その師匠の直樹さんが、飲食の方にお前戻ってくる気はないのかっていうふうに、すごくタイミングよく声をかけてくださって、で、僕も、すごく悩んでるんですって。飲食と介護とどっちが自分と周りに元気をあげれてたかなって、今すごく悩んでるんですって、言ったところ、じゃあ俺と一緒に店をやろうっていうふうに誘ってくださってですね。で、僕もその直樹さんは、飲み物の中でも技術ピカイチだったので、もうあなたが言ってくれるんだったらついていきますと。
なるほど。ただ、僕も飲食に戻るんだったら、独立を目指して戻るので、あなたの技術をすべて盗み切って、いずれ独立するけど、それでもいいですか？という話で、一緒にやらせてもらうことになったんですね。ああ、そうだったんですね。はい。なるほど、なるほど。それで、どんとこは、オープンしたんですけども、まあ、実はどんとこっていう由来は、どんとこいから来てるんですけど、実はその上庄司直樹さんのお母さんがですね、広島の壁っていうところ、ちょっと壁、山の方というか、田舎の方というか、で、お好み焼きさんをずっとされててですね、はい、で、お母ちゃんの、お母ちゃんが何年お店できるか分かんないけど、屋号だけでも俺が継いであげるよっていう思いで、はい、直樹さんがその屋号を継いだのが、どんとこ。ああ、そうだったんですね。ああ、奥深い話ですね。やっぱりネーミングって何か絶対あるなっていうね、私思うんですけども、結構、どんとこさんのネーミングのやっぱ由来っていうのも、まあ、何かあるのかなと思ったら、やはりその通りのお話もいただけたという話に。なるほど。でね、オープンされて、もう、まあ、29歳っていうことでもう今年16年目。そうですね。で、まあ、いろんなこうアクシデントもあったんじゃないかと思うんですけども、その中で何かこう一番こう危なかったなっていうエピソードがあったりするんですか？危なかったというどころじゃないぐらいのエピソードがあほほ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 ほ
一緒に、まあ、直樹さんと一緒に、はい、どんどんこうスタートして、はい、で、まあ、いろいろある中でも、こう、うはい、まく、右肩上がりで売り上げを上げていって、はい、2人でやって売り上げを上げていって、で、1年半ほど経った時にですね、その直樹さんが、今、こうやって今、お店がすごくいい状態でいってるのは、お前のおかげだと。お前なしでどんとこっていうのは考えられないから、お前いつか店を辞めて独立するって言ってたけど、それをちょっと辞めて、辞 めるのを辞めて、ずっとどんとこを守ってくれないかっていうふうに言ってくださってですね。で、まあ僕もその気持ちに応えたいっていうのがあったので、わかりました。じゃあ一緒にどんとこを守っていきましょうっていう返事をして、で、そこで、2人でまた明日っていうふうに別れた、その2時間後に交通事故で亡くなってですまあ、そうですね。正確に言えば多分、別れて30分後とかだと思うんですけど、僕が家に帰って、すぐ寝て、と思ったら電話がかかってきて、直樹さんのその義理の弟から電話がかかってきて、で、お兄が亡くなったっていうふうに電話があって、僕はもう何言ってるのか、何言ってるんだこいつと思って、そうですよね、最初そね。うですね。いや、何回も聞き直して、多分12、3回目ぐらい聞き直したときにも相手が泣いてな返るほせなくど。なって、その時に僕は、ああ、本当なんだっていうふうに。そうでした、そうでした。突然のね、ついさっきまで、ね、話してて、もう、ついてくれと言ったさなかに、もうそれはまあ、なんですかね、遺言そうですなんでしね、ょうか約ね。束というか、すごいタイミングで言われたなと思うんですよね。もうそういう話をね、聞いたら、もう、それやっぱりね、受けないとね、で、なるんじゃないかと思うんですけど、最初はどうだったんですか、やっぱり。そうですね、受けないと、最初に思ったのは、やっぱり約束が残ったなっていう思いですなるね。ほど。それは、なんだろうな、嫌な思いとかではなくって、やっぱりその託されたっていうところで、やっぱり約束を守っていくことが、その自分らしく生きることの一つだと思ってて、そうですね。そして、で、やっぱりその2人でやってきたお店、ね、そこに対する思いっていうのは、僕しかやっぱり直樹さんの思いを知らない。で、
本当に真っ先に考えたのは、はい。肉体はなくなっても、その魂だけはなくしちゃいけないと思ってですね。はい。はい。このお店にその直樹さんの魂がはい。あるから、これを守れるのは自分しかいない。他人がやったら全然違う店になってしまう。それじゃあ、絶対ダメだと思って、自分がちゃんとこのお店を守りきることによって、残された当時小学5年生の息子と、小学3年生の娘さんと、そうなんですね。はい、奥さんと、そういう10年後、20年後に、そのお父さんが亡くなったことは、ただの悲しい思い出じゃなくなって、そう、お父ちゃん亡くなったけど、ここんとこっていうお店は、今もちゃんと残ってて、人々に愛されて、で、猪野くんを育てたのはお父ちゃんなんだよねっていうふうに思ってもらえる。そういう話があったんですね。そうですね。じゃあ今、しっかりとこう、直樹さんがこう見てくださってるような感じなんですよね。ちょっと今、キョロキョロしましたけど。そうですね。おそらく、はい、今も見てくれてるとは思います。きっとね、このラジオも多分ね、喜んで、直樹さんがね、こう今、語りかけてんじゃないかなっていうね、気もね、しますけども。操られてるかもしれないですね。まあ、そこで共同経営ということですけど、じゃはあ、直樹さんを立てていただきますね。天国の直樹さん、お願いします。そうでしたか、そうでしたか。それが、いつぐらいですそれがか。もう、だから14年前ですか、なるほど。オープンして1年半しかやってなかったので、そうだったんですね。はい、そうですね。でも、まあ、大変でしたね。やっぱり1年半しか経ってなかったので、借金もまあほとんど残ってましたし、設備投資のね、借り入れありましたね。そうですね。で、まあ、やっぱり柱の方を失って、で、僕一人っていうところで、まあ、不安で不安で、もう夜も寝ては、2時間ぐらいで目が覚めて、こう目が覚めたらこう涙が流れてるというか、そういう状況で、直樹さんをね、思っている気持ちと、これがどうしていかなきゃいけないかっていう、こう、すごい思いがね、積み重なって、こう、ねずねずに涙を流すっていう、経営者の皆さん、そういうのが多いって聞きますね、やっぱり。そうで夜すも眠れないってか。ね。このこれからのこと考えたときに。本当にそういう日々だったんですけど、もう本当になんか苦しくて苦しくて、なんだろう、やっぱりもう病んでる状態ですよね。でも、もし、ただこれで僕が潰れてしまったら、残された親族の方にも本当に辛い思い出になってしまう、そうですよ逆ね。に。さっきのね、息子さんね、お子さんたちの、美濃君に継がせるんじゃなかったとか、私たちのせいだとかっていうふうにふっと思われるなと思って、これは僕絶対に下を見てる場合じゃないし、これうまく生かさなきゃいけないんだと思ったんですね、この店を。はい。もうだから下を向いてる場合じゃないなと思ったんです。正直店を継いですぐっていうのはもうお前なんかにできないとか、無理だとか。そういうことも言われたりして、まあまあ、傷つくことも多かったんですけど。まあ、今じゃいない結構、まあ、厳しい言葉が、そのご時世だと言われてるようなことも結構あったってことですよね、きっと。そうですね。まあ、愛情ですよ、じゃあね。そうですね。でも、はい。まあ、ただ僕が、直樹さんが亡くなった後も、こう、作る料理とか、もちろん直樹さんのレベルなんかには全然足元も及ばないものだったんですけど、それでもこう何も言わずにこう足を運んでくだされた方とかいらっしゃって、やっぱりそういう人たちのために、美濃は俺が育てたんだぞって言われても恥ずかしくない人間になろうと思って、そうですね、そういう人たちの思いに応えれる人間に、はい、絶対になろうと思って、頑張って、2年から3年ぐらい経つ頃に、その直樹さんと一緒にやってた、こう、売上の数字とかも超えるようになっていって、それは喜ばしいことですね。そうするとちょっと楽になるというか、そうですはよい、ね。ですが、大丈夫だなっていうところまで、はい。
テームスもね、直樹さんもその同じ土俵にね、乗ってくれたから、ちょっと安心もね、多分されたんじゃないかなと。そうですね。まあ、心配だったと思いますね。まあ、不思議なことに、不思議なエピソードの一つとしては、不思議な。直樹さんのお母さんが、お店に食べに来てくれた時にですね、僕の鉄板焼きのポテさばきが、直樹にそっくりだって。手の動きが。このあれですそうでね。すね。顔は似てないけどねって言って。じゃあ、この下半身っていうか、首から下に出るっていう。まあ、動きが。そうですね。そう、直樹さんがこう操ってんじゃないですかね。なんかね。そういうのはあったかなっていう、無我夢中でやってる中で、自分でも不思議となぜかできてしまったというか、そういう瞬間は何度かありましたね。まあ、ずっとね、近くにいたから、まあ、それは美濃さんの技術だとは思うんですけども、美濃さんの技術にプラス、直樹さんがこう後押しをしてくれたっていう、美濃さんオリジナルのこう技なのかなと私は思うんですけども、ありがとうございおます。母さんが見たら、あ、一緒だっていう、おお、それはまたいいお話ですね。そうです接待ね。ね、だと。嬉しかったです。そうですか。あと、お母さん結構何回か来られてたりされてたんですか？そうですね。まあ、お店が遠いので、そんなには、あれですけど、何度か来ていただいてましたね。そうだったんですね。今はもう僕が年に1回行くぐらいかな。もうお母さんも何歳かな？多分、80近いぐらいのお年なんですけど、今もお店はされてて。すごいですね。現役で、まだ。すごいですね。いや、本当に鉄人だと思います。なんかね、こう、想像できますね。こう、さばき方とかね、暮らし方とかが。いや、すごいなと思います。生涯現役で行かれるんだと思うんですけど。よく、そうね、俺はここで死にたい、私死にたいっていうことをおっしゃる方いるとは思うんですけど、きっと、ひょっとしたら、お店で、終わりにしたいとかいう思いもあるのかもしれませんね。かもしれないですね。そういうところの話は聞いたことはないですけど、まあ、姿勢というか、されてることを見ると、そうなんだろうなっていうのは、そうですか。感じますね。普段の皆さんからね、こう、想定できないこう話をね、今日も聞かせてね、いただいているところであるんですけれども、まあ、もしね、こう、お客さんでもね、その話でこう、盛り上がっていただいて、ね、ぜひね、お店に食べに来ていただきたいなとは思うんですけども、その後、こう、お店がこう、多分順調に進んでいかれたと思うんですけども、当時まだ1店舗だけっていう理解でよろしいですか？そうですね。まあ、お店が軌道に乗ってきて、戻ってきてといった方がいいですかね。それから、何年かな、5年、6年したぐらいの時に、もう1店舗出そうという話になってきてですね。で、もう1店舗、どのところの方、2号店を出店したのが、今から9年前ですか9ね。年前ですね、動画。オープンさせました。で、やっぱりその2店舗目出してからの方が正直大変でしたね。その最初の時以上に。そうですね。2店舗を出した時に、やっぱりその思いの共有というのが難しくてですね。それは社員、スタッフの方、そう店です。長そうの方ですとね。か。僕が1店舗に立つと、やっぱもう1店舗は誰かに任せなきゃいけない。そうですよね。その時に、どう思いを共有していくのか。僕たちは一体どこを目指しているのかっていうところの共有が、もともとちゃんと僕も伝えれてない、できてない状態で、そうだったんですね。そうですね、スタートさせてしまったので、そうなんですよ。で、だったらやっぱりどん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 バラバラになっていって、で、社員も辞めていくし、そうなんですね。で、他のスタッフも抜けていくっていうような、そうですね、2店舗あるのにどうするんだみたいな感じになって、違ったんですね。
そうなんですよ。当時の僕っていうのは、自分が思ってることとか、やってることは正しいって思ってたんですよね。おお、はいはいはいははいい。はい。で、自分が正しいから、はい。こういうふうにしなさいと。なるほどなるほ人ど。に対してこういう思いをしなさいとかって。ああ、なるほどなるほど。でも、正しいっていう考えは、はい。やっぱり争いが生まれてしまうんですよ。ああ、なるほどなるほどなるほど。相手の正しいを、はい。どうしてもこう、潰してしまうというか。ああ、そうですか、そうですか。彼には彼の正しさがあっあ、はて、い、はい。思いがあったんですけど、はそれよりも、その自分の正しさをこう、本当に、お見せというか、まあ、押し付ける。なるほど。で、それで自分の、ほら見ろと、自分の方が正しいからって言えば、人は、言うことを聞くと、僕は勘違いしてたんですけど、ああ、なるほど、なるほはい、ど。そんなことはなくて、難しいですよね。この先、皆さんの話は、尽きることなく、来週持ち越しのさせていただきます。また来週もお楽しみにしてください。以上です。